英農創意古墳有限行使の獲得に成功。新規に海外から投資に参加した企業の中には、シンガポールのテマセクホールディングス、アルゴア元アメリカ合衆国副大統領の創立したジェネレーションインベストメントマネージメント、フランスに基盤を置く電気事業者、ガス事業者であるエンギエ、及び日本の総合商社である住友商事が含まれていた。 ゴゴロスマーツクターは2015年1月にラスベガスの家電章で発表され、ゴゴロ初のコンシューマ製品となった。同時にゴゴロはゴゴロエネルギーネットワークと称するバッテリー交換ネットワークを発表した。ゴゴロスマーツクターはゴゴロの生産する電動スクーターシリーズである。台湾の電動スクーターの分類では普通重型電動機車に属する。 内部には日本の120セルパナソニック18,650リチウムイオン電池を採用し動力源とする。現在、ゴゴロは電池について月払い制度を採用しており、ゴゴロの設置したゴステーションのバッテリー交換ステーションでスピーディーにバッテリー交換をすることができる。現在すでにゴゴロ、ゴゴロプラスのゴゴロ S と二人乗りクラスのゴゴロ2とゴゴロ2プラスのゴモデルを ラインナップ、廉価版のゴゴロライトは、ゴゴロにシリーズ発売後に廃盤となった。これらのモデルは、要望によって、外観を変更したり、オプションパーツを購入することによって、顧客の異なる思考に対応することが可能である。ボディの色について、ゴゴロプラスでは7色から選択が可能となっている。ゴゴロ S については、ゴゴロの中で最も加速能力に優れたモデルとなっている。 公式発表では0時速 50km での加速が3.7秒となっている。午後の1シリーズ午後の1シリーズで初の CES が2015年にデビュー午後の1シリーズは CES2015 で展示会デビューを果たし、その優れた性能、個性的外観やハイテク感満載のスマート機能、さらには電池交換システムのコンセプトから多数メディアからの好評を得た。 中、CES2015 発表時にはシリーズは存在せず、午後ろ2シリーズが加えられたため、午後ろ1シリーズ特別している。午後ろ1シリーズ公式動画製品のポジショニングについて、午後ろ1シリーズの開発途中では新機軸を新たに築くことを胸とし、従来の電動スクーターに対するマイナスイメージを払拭することを目標とした。午後ろ一シリーズではイノベーション、 乗る楽しさ及び、風格に重きを置き、開発中の不確定要素から、二人乗りの需要に対しては、短期的に1.5人乗りということで対応している。動力動力としてのモーターは、独自に設計、生産される G1 アルミニウム合金水冷永久磁石、同期モーターである。小型ながら、中には66メートルの無酸素導線が巻かれている。 G1 モーターの仕様としては 3250rpm で最大効率の6400ワット、馬力換算では8.58馬力、最大トルクは0から 2250rpm 時に出力25ナノメートルを発揮し、減速機とゲーツ車、カーボンベルトによりゴリンジックスプロケットに伝達された、トルクは161ナノメートルに達する。午後の1シリーズは4.2秒で、 時速 50km に達し、最高速度は 95km、時速 40km の低速で走行した場合には、航続距離 100km と優れたスペックで大衆の電動スクーターに対するイメージを次第に変えつつある。ゴゴロ G1 モーター公式動画スマートテクノロジー、ゴゴロスマーツクター全モデルで多数のスマートテクノロジーを採用し、全体で80個のセンサーが搭載されている。 IQ システムスマートシステムと連携し、機場状況の記録、バイク状況の分析、スマートテクノロジーによる動力曲線の調整、各ユーザー向けのカスタマイズなどが行える。2016年1月5頃は大型アップデートを実施した。IQ システム2.0では、スマートデバイスワイヤレスアンロックキーレス機能により、5号オンアップを通してスクーターのロック、 会場及び収納スペース会場を可能とし、アップルウォッチからの操作もサポートしている。ゴゴロエネルギーネットワークは、ゴゴロアップ、ゴゴロスマートバッテリー、ゴステーションのバッテリー交換ステーション、ゴッチョアージャー、スマートバッテリーチャージャーからなるエネルギーネットワークである。ゴゴロエネルギーネットワークについてはこちらから多くの情報を得ることができる。ゴステーションゴステーションは、 午後ロスマーツクターのために設置されるバッテリー交換ステーションである。現在421箇所のゴステーションがバッテリー交換エネルギーネットワークを構成しており、日々その数を増やしている。現在24時間のバッテリー交換サービスを提供しており、午後ロアップを利用することで最寄りのバッテリー交換ステーションを探すことができる。バッテリー交換時にはゴステーションと電池が 運転状況の同期を行い、画面にバッテリーに関する情報、走行距離が表示され、同時にスクーター状況のチェック、サービスセンターでスマートスクターのメンテナンスの必要性があるかどうかのアドバイスも行われる。通常は画面に天気予報や午後ろから最新のプロモーションキャンペーン、距離ポイントのチャージサービスなどが表示される。現在、ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、 スーパー、MRT の駅など協力して、ゴステーションの設置が行われている。ゴゴロ公式サイトでは、ゴステーション住所、営業時間、バッテリー交換ステーションの画像などが検索できる。2017年7月28日、ゴゴロは台湾に来た市に、初のソーラー発電ゴステーションをオープンした。しかしながら、ゴゴロにの販売が大盛況となっており、特定の地区では、 ゴゴロエネルギーネットワークが充電された十分な数量の電池を提供できない状況が生じ始めている。他にもユーザーが特定の5ステーション、バッテリー交換ステーションで充電進行中表示の部分が隠されていることを発見し、ゴゴロはこれに対し、ユーザーが電池充電中の表示を見ると電池交換ができないと誤解する恐れがあるため表示を隠したと表明し、 議論や不満を引き起こした。電池1本のバッテリーは120セルのパナソニック18,650リチウムイオン電池で構成され重量は約9キログラム外装はアルミニウム合金で覆われ堅牢かつ防水性能を備える。また、電池のハンドルは破断しにくい設計がなされている。NFC とスマーツクターを通して運転状況を同期し、 エネルギー使用データ及び車体状況を蓄次収集することができる。各バッテリーは4 3 2ト 30.3A の電力を提供し、これは1 3 7 k w ーのエネルギーに相当する。中華民国経済部の台湾国産化政策のもと、新車購入時の補助は国産電池であることが基本とされ、業者が 台湾国産電池を採用しないならば、政府は将来的に新車購入補助を交付しないとしている。ゴゴロは現在電池国産化準備中の段階にあり、現在車内でテストを行っている最中である。現在使われているパナソニック電池と同等性能が採用の条件であり、2017年末までに完了が見込まれている。ゴッチョアージャー2015年6月、午後は 将来的に家庭用の充電器を開発することを発表した。午後ろ2016年 CES でゴ o チョアージャースマートバッテリーチャージャーを発表。同年8月からは業者が申請によりゴ o チョアージャー急速充電ステーションを設置できるようにするが、エンドユーザーは現段階で充電器を購入することができないとした。2017年初め、 サービス開始から間もない台湾南部での充電困難な状況を打開するため特定地区に限ってゴッチョアージャーとゴッチョアージャープラススマートバッテリーチャージャーを個人向けに毎月149台湾元及び249台湾元で貸し出しさらに追加ボーナスとして 50km 分の搭乗可能距離を上乗せした月々のプラン電動スクーターとオプションパーツの他に 午後ロでは T シャツやコート、ジャケット、ヘルメットなどの商品も販売し、ユーザーのバイク登場時のニーズに応えている。ありがとうございます。